里崎チャンネル。こんにちは。さあ、はい、交流戦がもう真っ只中ね、はい、今そうですね、はいはい、もう今真っ只中なんですね。もう真っ只中よ。まだ始まってないけど真っ只中よ。もうこの動画が出てる時は真っ只中、はい、もうまだ何も始まってないけど、はい、交流戦毎年すごい楽しみなんですけど、あの疑問があって、うん、交流戦ってこう、まあ、12位まで出るじゃないですか、うんうん、賞金ってありましたよね。またお金の話。みんな気になりますよね。お金は好きだね。嫌いな人います？俺はお金の話が大好きなんだけど、はい、お金好きじゃないんですか？いや、お金も大好きよ。そうですよね、お金の話でみんな好きですよね。聞きたいんですよ、まあ、俺らって今ね、賞金なんかその年々変わってるから、はい、あれだけども、うん、俺らの時は5000万だったの。優勝が5000万、5000万のみ、はい、うん、あ、2位かはなかったんですね。なかった、優勝のみ5000万、はい、だから俺らはロッテは初年度の2005年、2006年、はい、2年連続優勝したから、はい、2年連続5000万になってる。で、1億円だから、で、うん、一人一人に5000万のわけじゃないじゃないですか。だからロッテは、はい、5000万の半分ずつ、うん、2500万球団、はい、2500万は現場で分けるっていう。え、そうなんですか。そうで、その2500万で、はい、うん、だからあの時だと球団は、はい、まあ、全部使ったわけじゃないだろうけど、一番最初にやったのが、はい、そのお金でラッピングバスみたいな、京成バスの、そのマリーンズのラッピングバスみたいなので、はい、その宣伝広告に使ったりとか、はい、あとはあのマリーン行ったことある人分かると思うけど、うん、あの三塁側のファール の、はい、あのバスの折り口の前ぐらいにモニュメントない、うん、手形の、あ、今佐藤さんありますね。そうそうそう、うん、あれ作ったりとか、へー、っていうのをそのお金で、そのファンサービスも含めて、まあ、全部が全部じゃないと思うけど、うん、使ったのね。あ、じゃあそういうところに普段あんまりできないようなところにプラスでこうやって使ったんですね。そうそうそう、球団は2000万、うんうん、で、現場は、はい、そう2500万を分配です、はい、え、それは全員で、全員っていうのは2軍も全員、育成選手まで全員、ボビーは全員です。だから普通だと、うん、はい、多分ね、普通の球団の考えだと、はい、その交流戦の日数、うん、どれだけ1軍にいたか、はい、まず、うん、だから全日いたのか、はい、その80敗いたのか60敗いたのかによってのまず配分が変わって、はい、プラス活躍度合いによって多分分配が変わってきて、はい、みたいな感じが多分一般的だと思う、はい、でもボビーはチーム全員で掴んだ勝利だから、うん、2軍で1軍に上がってこなかった2軍の選手も全員で掴んだ勝利だから、うん、全員で分配っていう。なんか嬉しい。まあ、分かんないですよ、活躍した選手にとっては、うん、いやいや、もっともらうべきやろう。それはもう複雑な心境よ。そうですよね。そうだってはね。はい、まあ言ってること分かるけどなあみたいな。え、ちょっとあの、じゃあ2500万を何人で割るんですか、うん、いや、そこプラス、はい、裏方さん、あー、なるほど、あ、スタッフの皆さんとも分配するから、はい、一選手だけじゃないんだよ。そうか、監督コーチ、うん、2軍の監督コーチ、はい、あと1軍の裏方さん、うん、2軍の裏方さん、はい、選手全員で分配。その代わり当分じゃない、そう、全員の中でも、はい、上から下までのランクはあるわけ。あ、ちょっとランク分けはしてくれるんですね。だから俺の聞いた話だと、うん、分かんないよ、どこまで本当、俺の聞いた話だと、うん、2軍で一番1軍にも来なかった選手でも5万はもらえたらしい。おー、なるほど。そうそうそう。佐藤さんその時どのくらいだったんですか。うん、それの10倍ぐらい。おお、まあまあ、その50万円ぐらい、うんうん、でも2500万だからね。そうですね。だからそれぐらい全員でっていうところで、まあでもまあまあまあ、一回どうせ給料上げてもらえばいい話だから頑張ってっていう思いもあったから。いや、そうですよね。で、まあ別にあぶくぜりだし、うん、まあ全員でそうやって分けた方がまあいいか、うん、そのなんかまあいろんなことも全員で共有できるし、うん、みたいな。だからまあまあ俺は良かったと思うけど、いや、裏方さんとかがそうやってもらったら、じゃあまたサポート頑張ろうとか、うん、そういうふうになってチームがもっと団結するかもしれないですね。ボビーはもう常に全員で分配みたいな、うん、だから一番もらえた人でも多分50ぐらいなんじゃないの、はい、まさとさんぐらいでしょうね、うん、全部、うんうん、俺常に出てたから、だから多分それぐらいなんじゃないの、感じ的には。あ、でも賞金ってそういう感じになるんですね。そう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 、うん、ロッテはね、はい、その時はだからチームによったら多分出てる人だけとか、はい、1軍だけとか、うん、まあ、裏川さんは2軍までとかってなるかもわかんないけど、はい、ロッテはそうだった。へー、だから2年連、だから2年連続同じ額もらった。あー、すごいですね、うん、いいですね。そうそう、だから、で、だからもらえるもんはもらった方がいいね。はい、いや、それはそれはもらえるもんはね、何でももらいたいですよ、うん、でも、5-5ってケチくさいよね。 5-5?7-3 ぐらいでよかったんじゃない、球団と現場。いや、どうなんでしょうね、これ。7-3で、うん、3500万と1500万ぐらいでよかったっちゃう。あー、そうですね、うん、5-5ってね。
や確かにあのこれ本当に聞く話なんですけど、タレントさんとかが、うん、そのじゃあテレビ番組のスポーツ大会とか、うんうん、そういうので自分が頑張って優勝して賞金もらうとかあるじゃないですか、うんうんうん、それをまるまるタレントに入るところと事務所と分けるところとやっぱ違うらしいんですよ、方針が。あとないところもあるらしいよ。え、どういうことですか？タレントゼロっていう。え、全部事務所が持っていくってことですか？だからもう固定給制だから、うん、はい、そういうのももう、そっか、固定給の人もいるわけですもんね、うん、そうそうそう、の人たちはない人もいるって聞いたことある。じゃあもらえてよかったじゃないですか、球団が全部取っていかなくて。いや、そんなのボーイングやろ、そしたら全部取っていったら。そうですか。でも七三ぐらい、今思ったら七三ぐらいでもよかったね、五五ってみたいなね。まあまあ球団のね、サポートがあってっていうこともありますからね。あ、でも確かに、でもそう思ったらですよ、そのじゃあ裏方さんとかっては球団の職員じゃないですか、うん、そしたら裏方さんの職員じゃないよね。あ、職員じゃないのか。だっていや、個人事業主契約だから、契約は俺らと一緒だから。 あ、そっかそっか、うん、職員は別に配られたわけじゃない。ないない。もしかしたらボーナス出たかもしれないけど。出えへんやろ。どうでしょうね、そこは聞いてないけど。まあまあ、じゃあいいんじゃないですか、現場と。まあその総務とか経理とかの人もボーナス出たって言うんだったら俺は合合でもいいかなって思うけど、うん、出てないんだったらやっぱちょっと合合はなってもできるんだ。確かに出てないんだったらそういう違うとこ使う七三でもいい気がしますね、うん、その総務とか経理とかね、はい、そういう一般職の人、うん、広報とか、うん、とかもう全員出たんだったら、うん、まあまあいいけど、出てないんだったらやっぱ七三だな、まあ、今思えばね、もうだってもうでも16年前の話なので、はい、まああれだけどね、はい、そう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 、あるそうですね、うん、え、どうですか交流戦、これから、まあ今はこれからですけど、うん、まあ今はもう始まってるけどね、はい、でももうパ・リーグの選手はもう交流戦楽すぎて。そうですか。だって新幹線でしか移動しないから。あ、しかもまあ俺らの時は36試合だったから、はい、もう6連戦が6週続いてた、はい、ほぼ2ヶ月そうです、ね、ずっと続いてたんだけど、はい、ロッテでいうと阪神広島は一緒なのよ、うん、阪神したら次広島とか、はい、広島したら阪神っていう、ここもセットなのよね、うんうん、だからもう行ったら次横の移動しかないから、はい、そんなめちゃくちゃ東京から行く必要ないよね、うんうん、で DeNA とだから横浜と中日、うん、はい、で巨人とヤクルトっていうのがセットでつながっていくわけよ、はい、あのパ・リーグのチームっていうのは、うん、だから移動そんなにしないでもいいように、はい、うん、そうなったらもう移動も超楽勝だから。そうですね、まず新幹線で行けるっていうだけで楽だもん、うん、あれ飛行機1回も乗らないですか？1回も乗らない、広島も新幹線だから。ああそうですね、うん、そう思ったらだいぶ移動楽ですね。めちゃくちゃ楽、パ・リーグなんて、うん、だってもう北は札幌、南は福岡下手したら札幌福岡の移動もある。ああそっか、そうやって1本飛行機じゃないんですか？1本飛行機だけど、はい、札幌、もし札幌として次福岡で火、水、木、札幌、はい、金、土、日、福岡だったら金曜日移動ゲームじゃん、はい、もうナイター終わって朝8時ぐらいにホテル出発よ。あ、絶対に。で10時半とかの飛行機に乗って、うん、はい、2時間弱かぐらいかけて、うん、福岡まで行って、はい、で直接球場入りよ。そうです、ね、で球場で昼ご飯食ってミーティングしてよくわからんままに練習みたいな、うん、その逆パターンもそう、はい、きついよ。そうですね、まあ、でもパ・リーグの選手ってだから結構普段から移動大変ですね。そうなんですよ、だからセ・リーグも超楽なの、うん、新幹線1本なの、はい、ロッテは特に、うん、でしかもね、1回来たら、はい、関東も3チームあるし、うん、もう一気に固まってできるじゃん、はい、とそういった面ではすごい楽だなっていう、うんうん、確かにそうですね、うん、あとね、うん、セ・リーグのねチームはね、うん、弱い理由、はい、ひょっとしたらこの都市伝説当たってんちゃうかっていう伝説が、はい、俺らはね、うん、行くの東京、横浜じゃん、はい、だから家から通う、うん、じゃんね、うん、でまあ、横浜は泊まるかな、はい、あるんだけど基本的には家から通ったりするじゃん、うん、で、名古屋、はい、で、まあ、神戸だね、うん、で、広島じゃん、はい、ってなった時に別に早伸ばすとこないのね。だから東京でしょ、はい、家からじゃんね、うん、で、あの神戸、阪神でしょ、うん、あの別にオリックスが神戸にいた時も京セラ行った時も、うん、大阪は別に行き慣れてるから、うん、それ特別じゃないじゃんね、はい、で、広島、うん、中日じゃん、うん、名古屋でしょ、はい、だからそんな言うほど出かけたりする跳ね伸ばさないの。あ、そうなんですか、うんうん、でも、セ・リーグ札幌、福岡いいね、鈴木の中洲。あ、そっち行っちゃうんですか。鈴木の中洲、はい、年一、はい、行っちゃうじゃんね。あ、年一回福岡行けるとか、もう美味しいもつ鍋食べようみたいな、とかラーメンとか、うん、はい、中洲みたいな、はい、北の大地、うん、もう海産物とかジンギスカンって聞いた。いや、そんな影響します。いや、絶対出るやん。年一じゃないのに、はい、札幌とか福岡出かけていくのに、はい、そ、年一だと 100% 出かけるでしょそうですね、いいとこどこのお店が美味しいかなとかね、鈴木堂みたいな、はい、だいたいだって笑ってるあなた、
出張で福岡札幌だったらハゲ外してるやろ。あー確かにね。まあでもそう考えたらこのじゃあ都市伝説が本当だとする、すみますよ、うん、そしたら今年なかなかやっぱちょっとコロナ禍っていうのがあって出かけにくい。あ、そうだね。はい、出かけれない。今年セリーグ来るかもしれないですよ。逆に出かけれない。いやいやいや、せっかくなのに出かけれないって言って、もうそれない、大丈夫。逆パターン、逆パターンあります。いや今年はね強いかもしれない、わかんないです。阪神今いいし、うん、そうだね。でも今いいかどうかわかんないよ、もうあの2週間経ってるからね。今真っ只中なんですもんね。そうそうそう、はい、まだあの今日あの24日か、はい、月曜日だから、はい、まだ始まってないんですけど、これ出すのは2週間後だから、はい、日曜日もう分かった、どうなってるか、週間どうなってるかな。セリーグどうなってるかな。楽しみですね、うん、はい、だからまあね、うん、もらえるものはもらった方がいいから、うん、まあお金はね、はい、しっかりもらって分配してもらって、はい、でまあそれでねないよりあった方がいいから、ね、うん、だからテンション上がるのよパリーグは。そうですね、賞金もらえるんでね。じゃあ選手の皆さん賞金もらえるように頑張りましょう。頑張りましょう、はい。